お聞きになりたいことがあればどうぞご自由にお出しください。はい、どうぞ。まあ、その与党の中からですね、まあ、その今の金融危機の状況を踏まえてですね、解散を策立するような、まあ、こういう意見が書かれていますけれども、まあ、今の現状を踏まえてですね、その差し支えない範囲で石田出局長がですね、麻生総理の心情を分析するとどういう状況に置かれていると推察されるかっていうのが1点と、その民主党はですね、まあ、解散、早期解散を求めて、まあ、その法案審議にですね、まあ、事実上協力するような形で、まあ、テロ局であったり金融機能強化法案であったりですね、早期成立を、まあ、事実上促すような形にしました。でここに来てですね、まあ、解散先送り論が出てくる中で、まあ、その徹底抗戦という構えをちらつかせています。こういうその民主党の戦略戦術を諸局長なりにどういうご見解をお持ちか。まあ、麻生さんの心の中を私が読み取るというのはなかなか難しいわけで、ご本人に聞いてみる以外ないと思うんですけど、ただまあ、言えることは、もともとは総裁選の余勢を勝って、冒頭解散に臨みたかった、その目算が来るってですね、ご祝儀相場のご祝儀がちょっと少なすぎたと、それできちんと論戦やった上で、点数稼いで解散しようかなと思っていたが、これもですね、これまでの路線にしがみついているだけで今の現状を打開する意思も方策も示し得ずに、なかなか時期を、定めがたいというところで、まあ先延ばしにしたらじゃあ支持率が上がって自民党にとって有利かどうかという点も読めないし、じゃあ今やってどうかと、これだけ経済問題が深刻化しているときに選挙やってる時期かと、まあ、いう両方の中でこう狭間、その狭間で揺れ動いているというのは、まあ外から見ててね、中まで私読めませんが、そういう感じじゃないかなと。まあ我が党のせいですから、これまで一貫して言ってますように、やはり解散というのは恋願って、お願いして、やってほしいというものではなくて、国民世論と論戦で追い詰めて、解散せざるを得ないという状況に追い込んでいくということですから、これだけアメリカ発の金融危機が日本にも影響を及ぼして、とりわけ、まあ、博打の、まあ、言葉悪いけども、いかさま博打のツケをね、日本の中小企業は国民に回すと、もうすでに、大変だというので派遣社員や機関社員の首切りが始まってますし、大銀行による貸し売り貸し剥がしも強くなってますから、そういう、こう中小企業や働いてる人々を国民に付けを回して今の時期に乗り切るというのがね、そんなやり方ではまずは、そういうもので含めたやっぱり予算委員会などでの徹底した審議をやりね、争点明確にして、解散総選挙に臨むべきだという基本的立場だ。論戦と国民世論で追い込むと故意願うものではないと、まあ、その基本点観点から言いますとね、まあ、率直に言って民主党が取ってきた態度というのは、ひたすら、解散を故意願うと、そのためならば国民との約束まで保護にしていいという、私は予算、補正予算のですね、衆参3日間の審議で終わったと、まあ、3日間という短さだけではなくて、後期高齢者医療制度廃止しましょうということで野党4と揃って、法案も出し頑張ってるわけですよね。その時期にその後期高齢者医療制度の存続を前提にした補正予算を賛成に回ったと。しかも補正予算はまあ中身大したことない、大した力にならないとあちこちで民主党の幹部が言ってるわけですね。しかしまあ、3日間の審議で終えて賛成すれば解散してくれるだろうという甘い期待があったんでしょう。でそれでああいう態度になったと。で今度はイラクやアフガニスタンに自衛隊を出すっていう問題は日本の憲政史上の汚点、憲法に基づく政治の憲政史上の汚点だと。というのは鳩山さんが、衆議院本会議の代表質問でおっしゃってた。で
9.11 テロから7年経ってアフガンの実態がどうなっているかという検証、自衛隊を引き続き、海外に出していいのかどうかと、まあ、いわば日本の憲法と平和、国民の暮らしの根本に関わる重大問題を衆議院の段階では、審議が始まる前から2日で結構と、まあ、最初は確か1日でいい、いや1時間でもいいと、で出口も2日間でと、でとかなかなかそれで解散しそうにないとなったら徹底審議と、これはね、なんかこういう場合には何でも賛成して、事実上ですよ、新テロ特措法に採決の時には衆議院で反対したけれども、事実上の、まあ、成立に手を貸すと、で解散約束するならそうすると、約束しないなら徹底審議と、これはおかしいわけで、いつの場合も徹底審議してね、論戦で相手を追い詰めると、で私そこにはね、やっぱりあの徹底して論戦で相手を追い詰めるっていう自信のなさの表れ、やっぱり我々がずっと一貫して言ってる極端な大企業中心主義、アメリカいなりっていう政治ですね、今の日本の置かれてる2つの政治悪と我々呼んでるんですけど、そこにメスを入れるっていう旗印を立てることができないもんだから、ああいう議論になっちゃうんじゃないかなというふうに見ています。ただあのそういう党だけれども、国民要求を実現する上で一致する点があればですね、これはあの民主党さんとの力を合わせて、頑張ると、これは選挙前も選挙後もそこは変わりません。あの派遣法の問題や後期高齢者医療制度の問題もそうですし、さまざまな問題で国民要求実現のために、半歩でも一歩でも前進するならば、これまで通り野党間の協力は続けていきたいと、で同時にこういうやり方についてはやはりきちんと批判をするという立場は今後も貫きたいというのが今の気持ちです。はい、はい、どうも。まず、一問目と関連するんですが、株価、はい、マガブル公開後の最安値を記録していました。それについて受け止めとですね、まあ、金融関連して、その、ワクチンじゃないですけど、緊急の市場開拓を、まとめる、株主指示ですね、主な発信4つだと思うんですけど、この、指示の内容についてはどういうふうに言ってましたか。株価が、ああいう落ち込みを示したということですけれども、今度の問題の背景に何があるかということをしっかり見る必要があるなというふうに思うんですけれども、一言で言うと博打的なカジノ経済が破綻したと、今こそルールある経済社会に踏み出してカジノ経済を復活させない、そういうルールを作る必要があるというふうに思ってます。市場万能論の立場に立ってですね、規制やルールを一切なくして、アメリカの大手金融機関がですね、ペテンと博打同然の投機的な取引に乗り込んだと、だから単なるね、バブルの破壊じゃなくて、こうアメリカが行き着いたカジノ経済そのものの破綻と、これは日本のある新聞がね、の解説者が日曜日でしたかね、資本主義の終焉を見る思いがするということを書いてましたが、これはワシントンポストでも米国型資本主義の終焉かというふうに言われてるわけですけど、こういう時にやっぱり大事なのはカジノ経済の復活を許さないためのやっぱり過度の投機とカジノ経済の復活を許さない新しいルールをしっかり確立していくということと、国内的にはね、アメリカモデルに従えということになって、それが破綻したというのが今の現状ですから、金融自由化すればうまくいくというね、この考え方を改めて、きちんとした、規制とルールをですね、国際的にも国内的にも確立するということが大事だというふうに思います。で政府のいろんな対策、今日の4点も含めて見てましてですね、なんか金融機関を応援すれば全てがうまくいくと、しかもその公的資金投入、日本の過去の公的資金の投入例を成功例だと、盛んに日本に学べということを
いうわけですけれども、まあ、我が党もね、金融機関の金融危機の回避のために銀行に一時的に資金を供給することはあり得るという立場です。でしかしその場合、銀行業界の責任で何年かかっても必ず返済させるべきだという、当時も10年前も我が党はそういう主張をしましたが、銀行業界全体で見ればね、10年間経ってみてやっぱり大きな利益を上げているわけで、長期的な視野で見ると、まあ、いわば、金融業界全体にはね、破綻処理や自己資本の高額にかかるコストを負担する能力が十分にあったということを、この間の事態は私は証明していると。でね、金融業界の責任を曖昧にしたまま巨額の税金が投入されてですね、本来金融業界が負担すべきコストまで国民に押し付けられてきたわけで、これはやっぱり正しくない、まさに銀行業界のモラルハザードを、まあ、いわばこう促進したりとか後押ししたと。しかも公的資金投入した後ね、中小企業への貸し付けが増えたかというと逆にね、減ってるわけですよね。この期間の状況を見ますと、これは政府の統計で中小企業白書見てみますと、民間の金融機関による中小企業向け貸し出しというのは、この公的資金が金融機関に投入された97年3月末と去年の12月比較してみると約89兆円貸し出しは減ってるわけですね。まあ、いわば公的資金投入して中小企業に貸し付けが増えたかって逆に減ってるという事態ですから、やっぱり金融機関、我々はよく自己責任と彼らは言うわけですけども、やっぱり金融機関の自己責任でですね、きちんとこういう事態に対応していくことが非常に大事だと。それから何よりも私、政府の今日ね4つ指示したというけども、中身見てるとね、こういう時にいわばカジノ経済の破綻のツケを中小企業や国民に回すなんて一番国民にとっては大きい問題だと思うんですよ。先ほど言ったこういう時に派遣社員や機関社員を一斉に食い切るという事態が今起こっているわけだし、深刻な貸し売りが起こっているわけですから、そういう犠牲を押し付けないで、今大事なことは派遣社員や機関社員を真っ先に解雇する大企業の応募を買ってリストラやめさせると、それから下請け単価の買い叩き大企業による、これをやめさせるということと、貸し出しや貸し売りをやめさせるということこそが大事だというふうに思いますし、こういう時にやっぱりアメリカがどうなろうとですね、日本経済の足腰を強くすることが大事で、そういう意味では雇用の安定、社会保障の削減じゃなくて充実、農業や中小企業の支援ですね、まあ、そういうこう外需頼みから内需中心に政治切り替えると、経済政策の軸足を切り替えると、あれは一貫して言ってきましたけども、大企業を応援さえすれば回り回って中小企業も国民も潤うんだという考え自身がもう今破綻してるわけですから、やはり家計を温める政治に転換するということが何よりも求められているのではないかと。政府の対策を見たら、相変わらず証券優遇税制の継続だとかね、あるいは設備投資の減税だとか、海外子会社の所得非課税とかですね、全部こう大企業向けの、減税策ばっかりなんですよね。で相変わらずね、大企業さえこう声を太れば中小企業も国民も潤うという古い破綻した考えにしがみついているというのはやっぱり極めて重大だというふうに思っています。はい、どうぞ。はい、だからその、まあ、金融機能というか、こう、はい、それが金融に対する、はいはい、まあ、これについてですね、はい、問題点と関係ないですね。今言ったことが全部当てはまると思うんですけども、まあ、3月で期限が切れたあの法案の焼き直しで、今の金融危機を打開する中身はないと、ああいうやり方では日本経済も金融も良くならないという立場で審議に臨みたいと。
当然賛成できないという立場であります。それからこれは特に質問は出ていないけど、あの例の沖縄でね、米軍の小型機がサトウキビ畑に墜落しましたよね。で、警察が原因究明のために機体を引き渡せと言ったんだけれども持ち去ったと。これはあのどういう、やっぱり原因究明が大事でですね、例のあの沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落しましたよね。あの時も同じような事態でしたけれども、日本の領土である沖縄のサトウキビ畑に米軍小型機が墜落して、その原因究明も日本ができないというようなことではね、これは良くないわけで、一体何が原因だったのか、まあ、報道によれば奄美で給油したから燃料切れではないと言われているけど、奄美で給油した痕跡はないということも言われているわけで、そういうことも含めたきちんとした原因究明をやらないと、まずいと。再発防止のためにも原因究明が不可欠だというふうに思っています。